ちゃん。はい。はい、しんごちゃんです。ですね、ちょっとまたいろんなコメントが来てて、はい、ちょっとぜひね、しんごさんにね、回答してもらいたいのがあるので。はい。わかりました。ね、会社を辞めるのも自由。ある人に距離を置くのも自由。ブロックするのも自由。フォローを外すのも自由。付き合う人は自由に決めればいいし、浮気る人も自由に決めればいい。それはリアルだろうとネットだろうと、相手が個人だろうと法人だろうと、相手にどうこう言われようと無視でいいんだじゃん。うん。じゃあそこにですね、まあいろんなコメントがあってですね、ちょっと気になったのがですね、慎吾さんの言うこともわかります。でも突然ブロックされ、私が苦しんでいる日々の中、相手は楽しそうに生活しているのを知り、気持ちがとても偉くなります。とても偉くなります。世の中考え込む方が負けなのでしょうか。勝ち負けではないのは知ってるけど、付き合ってたので、今現状何もできない生活です。素敵なお言葉ではあるけど、今のうちにはきついな、きついかなっていう。彼氏さんから突然ブロックされて、全く音信不通になっちゃったんですね。うん、そう、なんかちょっとどう思います？あー、なる、それはとても複雑なんですけど、やっぱりそのブロックされるってことは、やっぱりもうね、そこでもう未練をね、捨てて新しく出発しないとダメだと思う。ブロックされた以上もう嫌われてるってことだから、それかもう嫌気がさしたとか、もう踏ん切りがついてブロックしようって思われたじゃしかないじゃない。だからもう諦めて、男なんてたくさんいるんだから、出会おうと思えば何でも出会える。今本当アプリでも出会えるし、どこのお店行ってもバー行っても出会えるんだから、だからもう諦めた方がいいと思う。ブロックされるって相当だから、うん、だから僕はもうもうそこでまた好きとか言われたら、逆にすごいしつこいなとか、逆に嫌だって思われたらね、でまた寄り戻したとしてもまた関係悪くなったりしちゃうから、だったらもう新しい人再出発した方がいいと思います。はい、僕は。はい、家庭があると会社は辞められない。家庭があると会社が、あ、なるほどね、そうですね、うん、この方はですね、家庭があるので、おそらくその会社にいろいろ不満があったりとかしても、うん、辞められないっていうことなんでしょうね。うん、やっぱり生活があるから辞められないと思うんですよ。またやっぱりね、その会社の収入、それでやっぱり養ってるとか、生活してる、家賃払ってる、それはみんな当たり前のことで、急に辞められないと思うし、その年齢にもよるんですけど、まだまだ続けた方がいいと思うし、そこで仕事がなくなっちゃってね、なんか新しいの決まってから辞めるんだったらいいけど、何もないまま真っ白なまま辞めちゃうと、後で自分が後悔しちゃうから、現実的なことを考えて、もうスピリチュアルとかそういうのじゃなくて、もうちょっといた方がいいと思う。そんな会社でそんな壮絶なね、例えば嫌なこととか、上司にパワハラされたりとか、そういうことない限り、まあそれあったとしてもね、耐えて自分が立派になって、どんどん上になって、逆に向こうから挨拶されるぐらいの立場になれればいいわけだから、うん、女性でもそれは今できる時代だから、うん、やっぱり昔は、昭和はね、女性はやっぱりお茶組とか OL って言われてましたけど、今はもう女性でも本当にもうどんどん昇進できる時代なので、それはもうちょっと頑張った方がいいと思う。何もないまま真っ白なままやめちゃうと、後で本当プータローになっちゃうから、うん、はい、次ですね、一人ぼっちになっちゃうよ、うん、です。一人ぼっちってやっぱり僕は耐えられないけど、やっぱり一人ぼっちになって、いろいろやっぱりその自分のやっぱりスタートラインにまた新しく立てて、いろいろ整理ができて、また新しいその情報収集できる、その新しいいいきっかけなんだよね、一人って。まずは断捨離じゃないですけど、うん、そう、こう一人になって一旦考えるってことですよね。一人が、そうそう、僕も一人の時に、うん、例えば LINE の整理をしたり、うん、この人もいらないやと思ったらブロックしたりとかやっぱしますもん、うん、削除したり、う
あとスパムっぽいの全部削除したりとか、そんな地道な作業な、あと手帳も頑張って記入してね、やっぱり今その携帯とかでそのスケジュール管理する時代だけど、昭和の人って ボケなかった理由ってちゃんと書くことなんだって。それはちゃんとなんだっけ、脳科学者みたいな人言ってたんですけど、書くことがもう今なくなっちゃって、例えばその、まあ、仕事で伝票を書くとかね、そういうのはもちろん書くんだけど、自分のその例えば今日はこんなことがあったで毎日日記書く人でもいないじゃない。ネットでほとんどもう文字打って書くだけじゃない。その手からの脳が伝わってくる、それがやっぱ大事だから、やっぱりその一人になっていろいろ整理する時期だと思います。もう本当に 手に数えるぐらいですけど、本当の親友って10人ぐらいですよ。マジで今言えるもん、ってぐらいの親友8人ぐらいかないて、やっぱりね、本当の親友って家に上がった時にもう自分をさらけ出せる人、全てさらけ出せる人、それでも好きになってくれる人が親友じゃない。なんか僕の全てを見てくれて、僕のダメなとこも見てくれて、嫌なとこも見てくれて、も叱ってくれて、愛情がある人、それが親友だと思うの。僕も相手に怒るし、だからそれを言い合える中って本当家族みたいな親友なんだけど、一番親友じゃない人って家に来た時に、あ、この人にお財布盗まれるかと思って財布隠しちゃうわけそれが親友じゃないのよ。これ本当に、あ、なんかこいつはまだ怪しいなとか、うち2階あるんですけど、俺が2階行ってる間とかトイレ行ってる間に財布盗まないかなって心配したら、ちょっと親友じゃないから、確かにそれがあるから。本当にね、僕この前もこんなことあんまり言いたくないけど、すごい、ね、親友と思ってる人と銭湯行ったので、100円がなくてロッカーの、そしたらその子に財布預けたら2万抜かれてたからね。そうなんだ。そう、5万入ってたんだもん。うちのお手伝いさんにね、5万入れといてって、入れたら入れて、一切使ってないのよ。5万ちゃんとあったの。3万になってた。しかも何も言わないで。ケロッとして。で、その後もご飯おごってたんだけど、気づいたの、後で。うわー、抜かれたわ。で、そしたらその子から鬼伝。超鬼伝。ご機嫌取り。なんつうの、様子を伺う。あったから、だから本当に信用できる人は、もうお金もう全てもうなんていうんだろうな、もう預けとける。あ、この子だったら盗まないなって、やっぱりどっかでこの子まだ危険だなと思う時点で財布隠すからねもう そんなものなんで、人間ってお金だから、人とのつながりとかもあるけど、結局お金なのよ。愛とか情とかじゃないのよ、お金なのよ。結局金でトラブルから、僕何回も金、お財布盗まれたり、40万ぐらい抜かれたりとかあったけど、やっぱり責めないもんね。もう、逆にそれを上回るぐらい金持ちになろうって思えたし、悔しかったけど、正直。もう銀行も全部カード止めてね、もう大変なことになって、しかも僕の誕生日に、一緒に行った友達の彼氏に盗まれて、で、その子は従業員のせいにして、僕は従業員を疑って警察まで呼んじゃって、そうしたらそいつが盗んだって判明したの、何日か後に。なんかおかしいなと思って。だから大切な親友は本当に一握りで大丈夫です。はい、ありがとうございます。次ですね、先日あげた、はい、自分にとって大切なことっていう動画があるじゃないですか。あ、それ見ました。はい、こちらなんですよ。はい、こちらなんですけど、まあ、これ結構多くの人からのコメントが来てまして、これは結構いろんな声があるんですよ。ちょっと抜粋していくと、人のネガティブを否定してると自分がネガティブな感情になった時大変じゃね？知らんけど。なんかこれ、この動画って、すみません、ちょっと私の意見なんですけど、慎吾ちゃん的にはズバッとこう、まあ、端的にこれは伝えてるんですけど、ただ奥は深いというか、
方とコミュニケーションを取るんですけど、人の悪口を言う人とかね、その負の、例えば最悪とかマジで嫌だったんだけど、ねね、さっきまで一緒にいた人のこと悪口言ったりする人いるのよ、女の人で。最悪ですね、いて、さっきまで一緒に飲んでたじゃんみたいな、その時はあーなんとかじゃんバイバイとか言ってんのに、慎吾ちゃん見た、あの人マジ最悪だからみたいな、あの人ね実はあの旦那に隠れてとか言う人いんのよ、そういう人を僕はあなたの一緒にいて気分悪くなるの、だったら本人に直接言えばいいじゃんって思うわけ。ネガティブがどうじゃなくて、そのとにかく僕よく最近その X とかいろんな YouTube とかでさ、なんか会社でみんなで集まって今日は大成功大成功大成功とか言う人、会社いるじゃん、ああいう人の方がポジティブなのよ。でもうなんか出会った人全てを自分色に染めましょうみたいな、もうみんなをハッピーにしようみたいな。よく僕が見る柴村恵美子さんっていう、あの年収 何百億の社長、女の社長を見るんだけど、あの人も毎日会社とかでついてる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 とか言うのよ、今日はついてる大金持ちとか言うの。ちょっと旗から見たら宗教っぽいけど、めちゃくちゃいいことで、だからそういうプラスの言葉をずっと言ってる、だからしんこちゃん今日会えて嬉しい大好きとか言う人の方が好き。もうネガティブとかじゃなくて、もちろんネガティブな時も僕あるよ、落ち込むこともあるけど、でもそれを どう切り替えるかなのよ。こんなことがあった、これは教訓だ、自分への使命だ、これは乗り越えるべきものだって思うと楽しくなるので、僕なんか嫌なことあったりトラブルあっても乗り越えようと思って、一生懸命その人のこと調べて、どうやったらこの人と元通りになれるんだろうって思って、そうしたら本当そうなるから。で逆にあと、もう一個思ったのは、自分が思ってるほど相手は全然気にしてないのね。そうそう、自分がいやーすっごい傷つけちゃった、やばもうマジで怒られるわとか思ってても、あっちケロッとしてて、どうしたのみたいな。だから結構落ちるのよそれ、日本人って。やば昨日酔っててマジで傷つけたとか、なんかいろいろあるんだけど今まで人生でね、あい次の日に謝ったら何言ってんの、何も大丈夫よみたいな、全然相手は気にしてないことあるから、逆にそんなネガティブになることなくて、もうプラスでいけば乗り越えられると思う、はい、だからネガティブとかじゃないよ、でもそれはネガティブはそのポジティブになる糧というか、はい、力になる、はい、うん、だから人生って、僕たちもほら人間だから間違えることなんていっぱいあるじゃん、失敗することも、それも経験だから、それを楽しく、だから僕も今までいろんな人を恨んできたよ、恨んできたし、すごいもう本当に正直、YouTube で言えないぐらい腹立ったことあるよ、でもそれも乗り越えてきた、うん、だから僕はいい糧だと思ってる、はい、はい、次行きますね。全くその通りだと思います。でも職場にそういう人が必ずいるんです。切り捨てようがなくて、関わらなくても関わってくるし、本当この場合の対応に悩んでます。それがつきもんなのよ、言うんですよ、ね、いますもう構ってちゃん、ね、うん、構ってちゃんっていうか、もう頼る人があなたしかいないのよ、うん、でそれを嫌がってる時点で、うん、もうダメなのよ、だからその人ともその人がもう辞めるまで一緒にいるしかないんだから、逆にその人を自分色に染めちゃって、うん、自分の信者にしちゃえばいいんだよ、うんうんうん、って思うの。結構なんかこれ系もう一件、やっぱその仕事を、うん、一緒に仕事をするようになった人が、なんか愚痴とか悪口、何でも人のせいにするとか、うんうん、避けるに避けられないっていう人が多いですよね。やっぱり頼られてるし、好きなのよ。だからあなたにオーラがあって頼られてるってことはプラスに思わないとダメなのよ。だから嫌がってちゃダメよ、うん、その人をもう逆に、あいつもありがとう、じゃあこうしてあげて、こうやってやろうね、一緒にこうやって頑張っていこうねっていう風な器にならないと変わらない、変えてあげない、ね、そう。次いきますね、はい、なんか悩んでる人を民度の低いって悲しいね、変な人って扱いづらい、人間悩む時もあるよ、なんか本当にショックだわ。ああ、そう、なんか多分民度の低いっていうことに対して、うん、変な人っていう扱いをされてるっていう風に、あ、ごめんなさい、僕の言葉がね、民度が低いっていうか、僕がその
まあ、その時にあったね、女性の方が、経営者の方が、ものすごいね、人の悪口一緒だから、その人のことを民度を低いって言って、思ったんだけど、ちょっと嫌だったの。もう、食事しても悪口ばっかり。もうその、さっきまで一緒にいた人の。さっきまで一緒に頑張ろうねって言ってた人の悪口めっちゃ言うから、その人を民度の低いって言ってるから、だから全員に当てはまることじゃなくて、僕にとって、もう楽しい時に楽しくない話をする人、攻撃する人、人に相手の落ち度を攻撃、攻める人とか、みんなそうじゃない。僕だって何言われてるか分かんない陰で。それをまともに僕に言うから、どう思うあの人みたいな。それが嫌だったの。だからその人を民度を低いの人、名前言えないけど、言ってて、だからその原因とかじゃなくてね、僕の中ではね、ネガティブな人とかマイナスなオーラの人とか顔に出るわけよ。マイナス思考の人って人相に出るわけ。人の生き方ってさ、顔に出るし目に出るわけ。だから僕もお弟子さんになりたいなとか、スタッフさんとかね、そういう人に関しては面接の時にもう目で判断するから、もう顔とか、あ、この人いい生き方してるなとか、この人悪いことしてきたなとか、でやっぱり元祖に似てるんだよね。全員に対して言ってるわけじゃないですよ。はい、はい、すいません。次いきますね。はい、その時はその人を変えるの。この方はまあ同じこと言ってますね。そこで、あなたの運気もぐんと上がんねん。離れるのは簡単。その人をいいからに包まれるように変えていくねん。離れるだけだったら、自分さえ良ければええの。そこがしんごちゃんあかんとこやないって。まあ、この方も多分しんごちゃんはそういう人がいたら僕は離れますっていう風に思ってるって書いてあると思うんですよね、うんうんうん、ちょっとこちらに関しては、まあ、そういうことではないってことですよね、うん、シンプルに。そうですね、しんごちゃんはやることをやって、それでもこの人無理なら変わらないなって思ったら、切り捨てるってことですよね。そう、もうね、もう今までの昭和の考え、僕たちの考えって、自分が何とか言えば相手が変わると思ってるでしょ、うん、全く変わらないから、だからもうそいつは切り捨てるしかないのよ。またたくさんいるから、人は自分に合わないなとか、この会社に合わないなとか、言うこと聞かないなって人はもう変えようとしても無理だから、他行ってください、それだけ。うん、例えばもう飲み屋さんとかでも全然この人できないじゃんって。なんでできないの、何やってんの、お客さんついて何してんの、灰皿とか何やってんのみたいな、やっぱり言うじゃない、昭和のホストとか、おしぼりでこのグラス拭かないのとか、それを教えても無理なのよ、やっぱりできない子は売り上げが、いや要はもう水商売とかってやっぱり売り上げだからね。もう歌舞伎町なんか行ったらもう本当売り上げない、今日も行ったけど、売り上げない子はやっぱり全然扱い違うからさ、やっぱ顔見ても分かるから、だからどうやってその自分がそのエンターテイナーとしてね、夜のホストとしてお客様を盛り上げて売り上げを上げるかだから、それができない人はやっぱり省かれるよね。女性も一緒だと思うんだけど、もう昼間の営業でもそのジムでも何でもそうだけど、仕事できなくて怒っても変わらなかったらもう いられないから、だそれだけの仕事してないんだもん。お給料固定給とかじゃなくて、もう外資系なんか特に、前京都大学のお友達がいて、すごいでかい会社入ったの、もう外資系のもう超トップの。そしたら3ヶ月でクビになったからね。そしたらお前は営業力がないって言って一言で、え、僕京都大学出身なんですけどって言ったんだって。いや関係ないって、お前営業力ないから、他行けって言われて、学歴じゃないんだよって。でも今時代が変わってきたんだよね。昔はどこの大学出てすごいわねとかじゃなくなっちゃったよ、ね、いくらどれだけ売り上げられるかになってきたから、うん、だと思うよ。なんか東大卒とかでもあれですよね、全然ニートの人とかもいますし、そうもう稼いだもん勝ちだと思う。
マジで会わない方がいいし、そういう人っているのよ、死神みたいな人。だから僕も一人だけ出会ったことがあるの。前に初めて自分で横浜のね脱毛サロンのお店を本当に2畳か3畳借りてマッサージやってたら、真っ黒な病気の人が来たわけ。もう末期みたいな方が来られて、僕はすごい嬉しくて親切にマッサージしたの。1週間寝込んだ、顔真っ黒になって、その人真っ白になって、2時間半ぐらいやったかな、オイルで。そしたらその人がもう気持ちいいわーっつって、ほんと楽になったって言った瞬間、煙がもうベッドの部屋中真っ黒なの。もうなんちゅうの、老廃物ってなんかなんちゅうの、そういう体から出るその毒素がはっきり見えたんだけど、窓開けたらブワーって出てって真っ黒になって、熱が40何度出て寝込んだの俺、1週間ぐらい病院まで行ったんだよ。それでそういう人っているのよ。だから本当にそういう人には近づかない方がいいし、自分の運気が本当吸い取られる。人って同調するものだから、その人の吐く息のところでいちゃダメだから、どうせ一緒にいるんだったら憧れの人とかお金持ちの人、大好きな人と一緒に同じ息を吸った方がいい。そう、それが成功の秘訣だと思う。絶対その人でいちゃダメ。次いきますね、はい。それが愛する人なら断捨離できないですよ。しんこさんはその方を愛してなかったんですね。愛する人だったら縁を切ることができないって、断捨離できないですよと。しんこさんは要はその縁を切ることを勧めたじゃないですか、ただその方を愛してなかったんですかと。恋愛とかそういうことではなく、愛してなかったね。まあでもそういうことですよね、その切ったということは信用ができなかったとか、何かしらのそういった理由があったと思うんですよね。もうね、会った時点でその僕ってその一回会ってもう一回会いたいってアクションを起こす人って本当少ないの、年に2人か3人じゃない、本当少ないの。向こうから誘われない限り、お金もらわない限り会わないから、だから本当稀で、あとはもう全部もう切る、だから逆に切って向こうからどうしても会いたいですとか、お金払うんでも会いたいですとか、向こうからもううちまでストーカーにまで来るぐらいだと可愛いと思うわけ。自分からも会わない。だから別にその切ったとかじゃなくて興味がない、要は自分よりもレベルが低い人には興味がないから、その人をレベル低い人をなんかね一緒にいてご飯ごちそうしたりなんか会おうってつまんないし、だったらもっと自分が尊敬する人、この人と一緒にいたいと思う人、あとは価値がある人、この人といてなんかザクザクもうお金の匂いがするなって、やっぱそうよ、そういう人と一緒にいたいから。前向きなね。そうですね、結局そうなるわけ、お互いのためにならないことはありますからね。あとね、本当にこれは全然話変わるんだけど、一緒にお金になる、それでよく共同経営しようよとか、一緒にお店やろうよ、大体失敗する。それは本当に僕は失敗したことないけど、他の友達とか、もうこの前もとある友達が一緒に、そういう会社をやってて、すごいうまくいってたみたいな、インスタとかで見てても、もうトラブルがあって僕一人だけ抜けました、また一人でやりますみたいな人がいたのね。だからその人とワクワクしてノリでそうやって会社作ろうぜ的なのは、友達とかね、なんかは面白いけど、それ以上の踏み込んじゃうと大体失敗する。本当に今までね、僕だけかもしれないけど、共同経営で成功した人って一人もいない。大体 2,3 年後にトラブって、お金のことでなんか大変なことになって、僕に相談が来て、お金貸してくれませんかとか、
しんこちゃん協力してられませんかってすごい多いから、うん、だからいくら いい人でもそこはあの節度を持ってきちっと して交流するってことが大事だと思う。はい、やっぱりね、人の断捨離ってとても難しいことなんですけど、もう自分で寄り添ってもダメだったらそれはもう離れるしかないんです。無理やり寄り添うこともないし、あ、もうこの人ダメだなってやっぱりどっかで思ったら離れていいです。もう近づかなくてもいいです。僕はそう生きてきました。うん、いろんなその人の思いがあって、その人とね接点があって、仲良くなってやっぱり離れようって断捨離しようって思ったんだったら、僕だったら徹底的に寄り添ってもダメだったら、切ります、断捨離します。じゃないとずっと同じような、いや、なんつうの、その変な関係が続いてしまうので、新しいものが入ってくるように捨てます。そして新しいものを舞い込ませます。